はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソードイグニス続きやっていきます。手前の方からね、帝国の船がタイタン倒しにバンバン向かってんだけども、バンバンぶっ壊されてる。で、制圧していない地区があとこの先にデプタート地区ってとことアルティジャーの地区ってところがあって、アルティジャーの地区のところに目的とする東の方へ行く橋があるから、そっちの方まで向かおう。痛い。ただこのワイヤーがそんなに長くないから、調子に乗ってピョンピョンしてたら普通に落ちるんだよな。こっからあそこまではさすがに届かないから、これアイコン消して、こういう風に行かないと。まずはこっちの地区行こう。あ、そうだ、マップにあったこのショップに行ってみたところ、無人ショップだった。まあ、買えるものがちょっと特別だとか別にそういうことは特になく、いた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 。でこの氷の霊気のダガーが普通に強いから、これメインで使っていこう。でサーチアイとかもやっちゃって、ずいぶん来るな。でこの旗持ってる魔導兵は、あ、ちょっとミスった。こうしてこうすることができると、よし、オッケー。あとは向こうだ。タイタンがまだ暴れてる。どこだ。あ、ワイヤーあ、でこいつはこいつは普通に戦ってたらめっちゃ時間かかる上に硬いから、こうやってこうやるのがいい。しかもこれ一撃で倒せちゃうからね。 OK。 あ、もう一台いる。はい、こうやってこうだ。こいつミサイル超強いからな。あとは帝国兵サーチアイ、でこの辺も使って、これをやるとね、ダメージブーストがより増えやすくなって、今ダメージが 3.5 倍。 OK。ここらも結構アイテム落ちてんな。で橋、こっちにも落ちてる。わあ、殴ってる。タイミング悪すぎね。あ、いけない。祭壇に向かえない。戻る。順将、ルナフレーナと指輪の捜索はどうなっている？はっ、目下全軍で祭壇を攻撃中ですが、前方に巨神が立ちふさがり苦戦を強いられています。
巨神がノクティスを守っているのか。戦闘が長引けばルイス王とカンナギを生きて捕らえるのは不可能。祭壇には私が行く。軍を交代させろ。しかしこの腕の戦いを知らないわけではない。指輪は回収するだけでは意味がない。承知しました。属国出身の分際で偉そう。どうせ妹の身を案じてるんだろう。祭壇ルートはどこだ。祭壇への道は。また帝国兵来た。で今レイブスがいたね。まあもう一人いたあのおじさん巡将は本編で大した出てこないけど。あ、また制圧されたのか。旗にワープしたかった。ワープして、これワープと呼んでいいものか。あ、これまだ降りてくんな。全然ミリタリーバランス減ってない。キレがない。うわ、クワールがいる。クワールは嫌い。クワールは嫌い。クワールは嫌い。本編の教育クエストでは散々お世話になったわ。動きもすましっこいし。ならこれだ。あ、クワールに雷が効くわけないな。これはこうやって、そこまでだ。ちゃちゃっと倒して、こっちもこうやってこうだ。まだ来る。ちょっとポーション、まさか。ずいぶん来るな。このイグニスのワンパターン戦法を食らえ。そこまでだ。あ、もう一台いる。危ない。はい、サーチアイ。ああそうだった、爆発。ハイポーション。あのアーマー普通に殴ってたらキリがないわ。ダメージもでかいし。よし、オッケー。ランク S。 全体に通達。オルティシエ全域より撤退する。3分以内に登山場に集合せよ。ボートを用意してくれ。祭壇に向かう。正気か、無茶だ。王を助けるためだ。頼む。彼の言う通りに。了解です。感謝します。この菓子高くつくわよ。控える。聞こえている。らしくねえぞ。気持ちはわかるが、冷静になれ。そんなんじゃ僕とは救えねえぞ。冷静になれってか、グラディオが。俺たちも必ず追いつくかんね。わかった。オルティシエを後にした時に一番激高してたのはグラディオだけど。
で、またなんか制圧地帯が増えたな、帝国の。あ、向こうか。だけど船は、ボートはここで用意してくれてるけど、これは多分、この DLC マルチエンドだから、この辺ちゃんとやっておけば、いいエンドに分岐するとかなんじゃないか。あー、こんな落下する。ボート乗る前に向こうの地区の制圧しちゃおう。おーっと、すり抜けたよ。よいしょっと。はい、いや、霊気ダガー強い。しかも大抵の状態異常を与えちゃうんだな、これ。どんだけいいダガー持ってんの。やっぱ霊気だな。し、ここ OK。あとはこっちも行こう。フィナンチャ地区、おかしいな、本編でこんな地区あったっけ。アックアタック OK。 あんまりその少数の敵にサーチアイ使ってももったいないから、もっと大勢いるところで使いたいな。危険だったら使うけど。オッケー、ちょっと攻撃兵。よし、ここの地区も OK。 あとはこっちの隣。おっとっと、いた。ずいぶんギリギリのところに立ってんな、狙撃兵。オッケー。ああ、たたたた、待って待って。あれ落ちてった。イグニス、スピードが速すぎるぞ。よいしょ。サーチアイ使おう。あと一体。よし、オッケー。まだあったか。あった。パーチェン地区。オッケー。どっか登れるところ。どの程度の距離とどの程度の高低差がワイヤーで登れるのかよくわかんないな。まだ殴ってる。そりゃおもちゃになっちゃうわ、船。おっと、アーマーがいる。あのアーマーはもう先にワイヤーでこうだ。
一刺しでダメージカンストしてるってすげえな。おっと、もういない？アーマーはこいつをこう。ちょっと狙撃兵が、よいしょ、狙撃兵倒しに行こう。ちょっと回復したいな、回復。ショップで、無人ショップでポーションとか買っといた方が良かったかな。よし、オッケー。待って、残りの地区もまた制圧されちゃった。お？指示書？そう、ギャラリーからこの辺見れるんだけど、なんでかレイブスの指令書がこんなところに。制圧された地区は向こうか。ずっと夕方5時のまま時間動かないんだ。遠いなこれ。ちょっと一回下に降りて、ここか。さあ、まずはあいつをやっちゃうぞ。こうして、こうやって。ミサイルが強いんだよなこいつ。あ、またクワールいる。もうちょっと敵固まってくんないか。サーチアイ、帝国がクワールなんて手助けることできんの。ハイジャンプ、ずいぶん広範囲に当たるなハイジャンプ。 OK、 奪還。あ、これで全てのエリア奪還 OK。 なんかいいことあるかな。こんな立派な大広場あったっけ。とにかくあとはボート。向こうか。なんかある。人いるけど、これ船使わせてもらっちゃっていいのかな。あんたか、準備はできてる。恩に着る、早く撤退しろ。ここももう持たない。本当に生きてると当たり前だ。無事を祈る、あんたと王様に。ありがてえ。船を操作してってことは、まあ、そうなるよな。
け、東だから向こうの方か。右か。ここからなら祭壇に行けそうだ。うわ、墜落してる帝国の船。おお、あぶねえ。イグニスの身も保証してタイタン。うわうわうわ、やべえ。危ねえ。祭壇、なんですと。いや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 、お前、オラレ基地では世話になりましたね。あの時の借りをお返しします。ここまでは。タイタン消えた。あんたも指輪欲しかったんかい。ま、兵もいるし。こいつ、あ、そっか、ワイヤー使えなくなってんのか。ミサイルがやばいな、じゃあ。サーチアイ。ここさっき制圧したとこだ。ワイヤー便利だったのに。ハイジャンプ。あ、その老人ってタルコットのおじいちゃんでしょう。紅葉の指輪なんてはめたら燃えちゃうよ。いってー、ポーション。でオーバーブースト。危ねえ。これ飛んで攻撃した方がいいな。ハイジャンプ。いないけど当たってる。よし、
レイベス。クエストコンプリート。あ、チャプター1が終わった。そう、パートナーになるのはレイブスね。じゃあこっからレイブスと一緒に行動ってことだね。でチャプター1のランクがちゃっかり S になってる。それじゃあ今回はこんなところにして、じゃあ次回はエピソードイグニスチャプター2からやっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。